クールは、スイス、グラウビュンデン州の北部に位置する基礎自治体で、同州の州都である。都市としての称号を有している。クールという綴りは、標準のドイツ語では、フール、シュアールと発音するが、グラウビュンデン地方ではクール、クーアールと発音される。また、ロマンシュ語では、クワイラ、イタリア語では、コイラ、フランス語では、コルジャ、ラテン語では、キュリア。 キュリア・リトラム、キュリア・ヘトルームとなる。クールは、標高593メートルの位置にあり、プレスウル川がシャンフィグダニから流れ出す。位置の岩にあり、プレスウル川が、ライン川に合流する地点の1マイルほど上流に、当たる。ほぼ完全に、アルプス山脈に囲まれており、深いシャンフィグダニへの入り口を守るミッテンベルクと、ピソケルの丘に囲まれている。クールには、 約3万5千人の住民がおり、話されている言葉は、スイスドイツ語、イタリア語、ロマンシュ語などである。1900年の時点で、1万1532人の住民のうち9288人がドイツ語、1466人がロマンシュ語、677人がイタリア語話者で、また宗教では7561人がプロテスタント、 3962人がローマカトリックであった。地域は標高600メートル前後のところから1800メートル前後のところまで高度の変化がかなりあり、クール近郊のオールドタウンからアクセスできる山であるブラムブリュエシュは2174メートルの高さがある。クールの泉の水はパスガーというミネラルウォーターとして販売、輸出されている。 新市街は西側に、歴史的な建造物をすべて含む、旧市街は東側に位置している。旧市街には、ザンクトルチウスの大聖堂がある。この教会は、クールの講演者で、二世紀のイギリスの王であるルーシャスの、ことと思われているが、実際のところこの名前はおそらく、ルーシャス・オブキレーネー・トラエティアを征服した、ローマの将軍。 ルーシャス・ミューネーシャス・プランクスとの間の混乱で生じた名前だと思われる。さらに古い教会の位置に1178年から1282年にかけて建てられ、多くの奇妙な中世の骨董品を特にその聖具室内に所有しており、アンゲリカカ,カウフマンによる絵も所蔵し、さらにグラウビューンデンの偉大な政治指導者であるイエルク、イエナッチュの墓もある。反対側には、 市教宮殿があり、あまり遠く離れていない場所に6世紀の修道院の後に建てられた神学校がある。これらの古い建築物からあまり離れていない場所に、新しいラエティア博物館があり、ラエティアに関連する物品のコレクションがある。これには、ベネディクト会のディゼンティス・アベ修道院の修道士プラシダス・エースペスカが、ライン川源流地域周辺の高地積雪地帯を、 探検して集めた地質学のコレクションが含まれている。クールの病院の中の一つは有名なカプチン会の事前活動家、テオドーシウス・フロランティニー神父によって設立された。彼はクールのローマ研究家でもあり、意外は1906年に大聖堂からシュビーツ近郊のインゲンボールへと移された。イエナッチュの意外が置かれた。 ローマゴシックの大聖堂にはかなり興味深い納骨室があり、アルブレヒト・デューラーとハンス・ホルバインによる素晴らしい絵がある。他にこの街では、この街生まれのスイスの芸術家、H.R. ギーガーの設計によるギーガーバーや旧市街、アートギャラリー、自然博物館などが観光地である。クールはイタリアからのアルプス山脈を越える峠道の集まる地点で、 ルクマニア峠、シュプリューゲン峠、サンベルナルディの峠などがある。またエンガディン地方からのアルブラ峠、ユリア峠を越える道もここに集まる。このためここは地域の商業の中心であり、特にイタリアのバルテリーナからのアインが取引されているが、この地自体には工場はあまりない。クールはチューリッヒから鉄道で7 4トルの位置にある。 クールの駅には、スイス連邦鉄道とレーティッシュ鉄道の路線が乗り入れている。スイス国鉄は、スイス全土をカバーしているが、グラウビウンデン州内の鉄道の多くは、レーティッシュ鉄道により営業されている。鉄道駅の近くには、バスターミナルも存在する。クールは、スイスの高速道路 A13 でも結ばれている。 マテウス・メイリアンによる1642年のクール・クールは、クール市教の所在地であり、また、グラウビューンデン州の州都で、州内で人口が最も多い自治体でもある。クールにおける、居住の考古学的な痕跡は、紀元前3900年から3500年頃の、フィン文化まで遡り、これは、クールはスイスでも、かなり古い時代から人が住んでいた場所であることを、 示している。クールの街は戦略的にとても重要な位置にあり、アルプス山脈を越えてくるいくつかの重要なルートがここに集まり、また、ここからライン側に沿ってスイスやドイツのいくつもの目的地へと道が分かれていく。現代のクールという地名は、この地がローマ帝国の陣地であった頃のラテン語のキュリア、ヘトルームから取られている。後に、クールは、 紀元前15年に、ローマの属州である、ラエティアの州都となった。クールは、アントニヌス・アイティネラリーや、パウルス・ディアコヌスのランゴバルド氏の中で言及される、程度の、中程度の重要性であった。1400年頃から1797年までの、グラウビュンデンにおける三同盟自由国の時代には、クールは、ゴッテスハウス同盟の中心都市で、 また同盟間の会合が定期的に開かれる場所の一つでもあった。クールの領主主教は19世紀の初めまで、グラウビュンデン州、グラールス州、チューリーヒ州、ウーリ州、シュビーツ州、ウンターバルデン州、ルツェルン州とリヒテンシュタインに対して管轄権を持っていた。クールの町のギルド組織は1465年から1839年まで続き、 さらに1874年には、俗人的な共同体であるブルガーゲーマインデが、地域共同体であるアインボーナーゲーマインデになった。1803年に、グラウビウンデン州が、関東になった時、クールはその州都として選ばれた。現代のカトリック教会のクール教区は、グラウビウンデン州、グラールス州、チューリッヒ州、ウンターバルデン州、ウーリ州で構成されている。 リヒテンシュタインも1997年まではクール教区の管区であったが教皇の布告により分割されて独立したファドーツリヒテンシュタイン大司教区となりそれまでのクール司教でリヒテンシュタイン出身であったボルフガングハースが初代の大司教となったクール司教はストリート・アシモ司教がミラノ公会議に出席した五十一年五十一年に 初めて文献に現れるが、おそらくそれより一世紀前にはすでに存在していたものと思われる。四教区は当初ミラノの管轄で、後に843年にマインツへ移管された。中世から近世初期までのその範囲は、今日、イタリアに含まれるベノスタ教国とそこにあるメラーノを第二の中心として含み、さらに今日のオーストリアになるフォラールベルク。 またリント側の峡谷を、チューリヒコの南端まで含んでいた。クール市教は7世紀から15世紀まで、地域の世俗の統治者としても重要で、その支配権が1450年頃からグラウビュンデン三同盟自由国を形成することになる、共同体同盟の一つである、ゴッテスハウス分島を形成する骨格となった。1524年と1526年の2回に、 渡るイランツ条項で、三道明治由国は、司教の政治的な支配を拒絶したが、後に、司教はこの条項を拒絶して、政治的な力を、再び主張しようとした。近代初期まで、司教は新聖ローマ帝国の諸侯であり続けたが、滅多に国会に出席することはなかった。宗教改革中には、 韓区内のドイツ語、ロマンシュ語、イタリア語人口のかなりの部分が改革派となったが、特にベノスタ教国を中心に多くの人口がカトリックに留まった。ヨハネ・パウロ2世の意を受けた保守的な立場を取る教区のかなりの数のカトリック信者の理解を得て、1990年にボルフガングハースがクール司教に任命されると彼が 初代リーヒテンシュタイン大司教に任命される1997年まで教区内に数年にわたってかなりの反対を引き起こした。何人かの聖人と並外れた人々がクール教区の栄光に貢献している。歴代司教のうち4人が劣勢している。450年頃のストリートアシも530年から548年の ストリート、バレンタニアン、760年のストリート、アーシ・シネス、1151年から1160年のストリート、アドルベルトである。1621年のオーストリア軍による占領期に地域のプロテスタント信者を転校させるために派遣されたカプチン海神父であるフィーデリース・フォン、ジゴー・マリンゲンは、教区内のゼービスの村で1622年に、殉教した。 1906年にミュンヘンで発行されたカーチリッシュズハンドリーグ事項によれば、教区内のカトリック人口は248,887人で、あるのに対して非カトリック人口は431,367人であった。ありがとうございます。